ちょっと、待ってください先生。止まればうっかり見てしまいたい欲望に負ける。推しにそっくりのその顔面を、まっすぐあなたをめがけて恋をする。鉄子を落とすということは大阪城を攻略することより困難なことなんだ。フランサーの金髪すがった。我が名は鉄子、鉄のメンタルを持つ女。絶対に負けられないんだ、彼にだけは。浦井の恋、4月5日火曜深夜スタート。